ほら、来たよ。来ないとまずいな。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。恋も顔も不器用なとこも全部全部いらないの。 Yes! Yes! ドライフラワーみたい。君との日々もずっと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 抱えてよ。お名前と出身地お聞きしてみる。はい、アナイスと言います。大阪府出身の19歳です。若い。19歳若い。甘い。なんでこのオーディションに出ようと思ったんですか？ザ・ボイスという番組は昔から海外版すごい見させていただいてたんですけど、それがやっぱ日本に初上陸するってなって、すごい好きだった番組っていうのもあるし、これからの自分の歌の人生を変えていく大きなきっかけてか自分試しでもあるかなと思って、今回参加させていただきました。なんか僕押した理由が一個あって、もちろん歌はめちゃくちゃ上手だったし、すごい素敵だったんだけど、切ない曲のつもりで僕は一応作ってて、なんかこう上手いんだけど、こう切なさってのはちょっと足りないような気がして、なんかそこは逆に教えたらすごく良くなる気がして。ありがとうございます。ありがとうございます。